こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。シェイクロンリー、これは遅れてしまいました。どの馬が先頭に立つでしょうか。クリムゾンブレイブ前に行きそうです。ミッドナイトエクセル、それに続いています。さらには新興ラブリー、6番西のフラワー、その後ろ。それでは先頭から、先手を取ったのは西のフラワー、その外にウィナーズジュノー、ピンクの帽子バーボンレディ、その後ろ新興ラブリー、後位をキープ。この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向こう上面に入ります。前に戻りましょう。先手を取ったのは西のフラワー、オレンジの帽子ウィナーズジュノー、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。それでは先頭から、先手を取ったのは西のフラワー、その横にウィナーズジュノー、クリムゾンブレイブ、すぐ後ろ。さあ先頭は依然として6番西のフラワー、西のフラワー後続を引き離す。2番手はウィナーズジュノー、3番手に新興ラブリー、絶好の手応え。大外から赤の帽子新興ラブリー伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。西のフラワー先頭、残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手は新興ラブリー、完璧です。圧倒的な強さを見せました西のフラワー。1着、2着は新興ラブリー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。西のフラワー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ルアー前に行きそうです。マンハッタンスタイル、それに続いています。さらには西のフラワー、5番マーケトリー、その後ろ。後方に控えたのがプレンティーオブグレイス。先頭に戻りましょう。ルアー先手を取りました。並んで3番マンハッタンスタイル、黄色の帽子ハトゥーフ、その後ろ西のフラワー、後位をキープ。その外からシンデレラティアラ、緑の帽子グリーンホープ、その後ろ。すぐ隣にナイトピット、その横にニューデューク、ブレイブコンサート、この馬もこのグループ。すぐ隣にベルモントパーフェクト。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はルアー、マーケトリー、ほとんど差がありません。ハトゥーフ3番手、西のフラワーいい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭はルアー、その外からはハトゥーフ、グリーンホープ、その後ろ西のフラワー、後位を追走。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭は西のフラワー先頭。2番手はマーケトリー、あと 200m、 西のフラワー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。マーケトリー迫る、やはり強い。西のフラワー1着、2着にはどうやらマーケトリー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。西のフラワー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。西のフラワー、このまま逃げ切れるでしょうか。西のフラワー先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はマーリング、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。やはり西のフラワー先頭だ。残り 200m、 西のフラワー先頭だ。残り 100m、 西のフラワー差を広げる。2番手はマーリング、西のフラワー今ゴールイン。段違いの強さです。西のフラワー1着、2着はバーリング、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。西のフラワー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ、春のマイル王決定戦、 G1 安田記念の発走です。さあ、最後は大外枠の丸松エース、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。シンフォリスキー前に行きそうです。これに続くのがソロウェルズ、藤山健山、そのうちに続いています。内からはダンシングカラー、その隣にレイピージェット、内からはマルブツサンキスト、ナルシスノワール、そのうちに続いています。西のフラワー、いい位置です。ヤマニングローバル、そのうちに続いています。内からはロータスプール、ヤマニンゼファー、そのうちに続いています。桜世界王、それに続きます。黄色の帽子、ノーモアスピーディー、その後ろ、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。ここでソロウェルズ先頭に変わりました。ソロウェルズさらにリードを広げます。シンフォリスキーほとんど差がありません。ソロウェルズ先頭、キットウッド先頭、2番手はキットウッド、懸命に追いすがります。やはり西のフラワー先頭だ。ヤマニンゼファーいっぱいになった。残り 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はヤマニンゼファー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。西のフラワー1着、2着はヤマニンゼファー、西のフラワー見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇。アジアマイル王の座につきました。また1頭名馬の誕生です。